キングプリンス橋山長瀬角、脱退したメンバーへの思いを語る同じ仲間として応援している。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 5月23日より新体制となったキングプリンスへの橋山と長瀬角が、同日にキングプリンス CD デビュー5周年記念の生配信を行った。5月22日に同グループから平野市を、神宮寺勇太、岸優太が脱退。平野と神宮寺は同日に、岸は2023年9月30日にジャニーズ事務所を退所する。 同配信では、新体制の初心表明とも言える言葉が、橋と長瀬の口から語られた。改めて二人で活動していくことについて、橋は、僕が思うことはキングプリンスが好きで、今まで個人で仕事をさせてもらったりとか、いろんな活動をしてきましたけど、キングプリンスという名前を借りて、いろんな方から声をかけていただいたりとか、ファンになっていただいたりしたことが、 たくさん自分の肌で感じていたので、自分を通してキングプリンスをというグループだったり、その先にいるティアラのみんなだったり、あとは支えてくれているスタッフ、関係者の皆さんとかにまだ恩返したいなって、まだできてないなという思いが強くて、あと、この活動楽しいじゃないですか。だから楽しみたいなって思ってますね、と思いを語る。 一方、長瀬は、二人で続けていく判断をして、やっぱり、デビューしてその時からキングプリンスをとして、この活動を頑張っていくという腹をくくっていた部分があったので、僕としては名前を残しつつ活動できるのであれば、どんな形であれキングプリンスをというグループの一メンバーとして、全うしたいなという気持ちがすごいあった。あとは、ファンの皆さんに定期的に会えるじゃないですか。 この仕事って、こうやってデビューして5年間支えてくださった方々への感謝の気持ちもそうですし、まだ皆さんといろんなところに行ってみたいなということから、僕はこの決断をさせていただきました。本当にそれぞれの人生ですから、脱退した3人の方も同じ仲間として応援しているし、本当にみんなが楽しくやれればいいよね、それが一番いいよね、とコメント。 加えて橋は、とにかく、もう小さい時からみんな一緒にいたけどさ、もう大人になって、男の決断だからね、と、脱退した3人への思いも伝えた。そして、5周年となったキングプリンスへの3つのお知らせを報告。1つ目は、6月21日にキングプリンス13シングル、何者、をリリースすること。 橋は、いろいろ金プリとしていい曲を出してきたけどさ、まだあるのこんな曲が、って思った。暖かくて、優しくて、キングプリンスらしいんですけど、角と俺の良さがすごく出ている気がする、と紹介し、長瀬も、すごく軽い気持ちで聴けるよね。俺らも歌っててすごく楽しいし、いい意味で頭に残っちゃうというか、すぐに覚えてもらえるような曲かな。カラオケで早く歌いたい。 と、感想を述べる。二つ目は、7月2日に初のファンミーティング、キングプリンスをと打ち合わせ、を、有明アリーナにて、2公演で行うことを発表。そして三つ目は、7月1日より新番組、キントレ、カリがスタートすることを告知した。キングプリンスへの冠番組、キングプリンスル 以上日本テレビ系から引き続き劇団一人と山崎広成、アンタッチャブルが同番組にレギューラー出演する。そして5周年にかけて制作したロゴを発表。キングプリンスへの上についてデザインがこれまでは王冠であったがファン名にちなんだティアラに変更されているアーテイル。ここにはファンへの感謝と、これからもよろしくお願いします、という意味が込められているという。 最後に5周年の意気込みを、長瀬は5周年、こっからというのもありますから、まだまだ僕らベイビーちゃんなので、5歳ですから、ここからいろんな意味で大きくなって皆さんと楽しく思い出をいっぱい作れたらいいなと思います、と語り、橋はあっという間の5周年ですけど、もう5周年経ったのかと。これからも、こうやって皆さんと周年を祝っていきながら、 一つ一つ活動を頑張っていきながら、いろんな思い出を作っていきたいなと思います。もう、ここからですよ、キンプリ。頑張っていきましょうということで、皆さん何とぞよろしくお願いします。と意気込みを語り、最後に二人は、ファンの方々もご再おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。とメッセージを送った。 また、配信後にはキングプリンスへの公式ツイッターを更新。新しいロゴを持ったツーショットと共に、いつも応援してくれてありがとう。いつも見てくれていてありがとう。いつも支えてくれてありがとう。今日はお祝いしてくれてありがとう。これからもずっとありがとう。ありがとう。というメッセージをファンに届けた。本手。